公式、ポケモン世界でもピカチュウの方が人気あります。ピカチュウの姿が好きな、トレーナーも多くなかなか、姿を見かけないポケモン、無慈悲、ライチュウもそんなに強くないから、ガチ勢は他のポケモン使う。ってなると、愛玩目的でピカチュウのままにする人のが多いわな。そもそもライチュウそんなに不人気な気がしない。そりゃ最上位のポケモンの顔と比べたらどんなポケモンでも不人気になっちゃうし。でもこれゲーム内の説明やぞ。現実でも小動物を可愛いで飼って大きくなっちゃったからいらないって捨てる人おるやろ。雷の石で進化でかくなるだから小さいままにできるってなったらそりゃそうなる。そもそも石進化でなくても進化キャンセルのできる世界だしな。バトルだけじゃなく愛玩用や労働用のポケモンにも関わる話だし、進化キャンセルを虐待として問題視する動きとかありそう。ダブルアメパの他に戦う場所あるっけ？ピカホエッパーはピカチュウだから成り立ってるんだぞ。早い分伝説ダブルとかで使われたりはする。飛来神猫魂の擁立、最速のほっぺスリスリ、図110と強い要素は多かったりする。調べたら前シーズンのダブルだと使用率72だったわ。早いというか伝説戦は禁止伝説という大型エースがいるからライチュウみたいなサポート重視ポケモンに枠を割きやすい。普段のルールだとそこまで介護してもアドバンテージの稼げるエースがいない。6世代 GS や剣盾 GS が特にライチュウの活躍したルールかな。6世代はダブル CS 優勝までいってる。まあ公式で言われるのはあれだけど、ピカチュウより人気がないぞって言われてもそりゃそうだろって感じだな。まあ大きいとお世話も大変だしなとは思うけど、公式でこんなんかかんでも。言うてピカ様も電気玉あるとはいえそんな対戦で使われるか。ピカチュウは対戦に居場所なくても愛玩用っていうポジションがあるからな。ライチュウは対戦に居場所なくて愛玩用でもピカチュウに需要を取ってるから。それでも俺はコッペパンとパンケーキが好きだよ。ただまあライチュウだからライチュウだって可愛いだろって突っ込めるだけマシなんだろうか。種族知的にも器用はナメプだし、そりゃピカ様のままにするわな。まあ実際問題、野生でライチュウ見るのってかなり珍しいからな。固定シンボルとか、マックスレイドバトルとかテラレイドバトルとかの特殊な出現だろ大体。そうなるとライチュウの姿を見ることが少ないのも妥当。石進化だからレベルをどれだけ上げても、雷の石が偶然落ちてない限りは進化できないもんな。アローライチュウを未来パラドックスの中に混ぜてやりたい。マチス個体ピカチュウの夏休みアローラのパンケーキや、やたらと性格悪い個体が多かったアニポケが先般説。それもあってゴーのライチュウメスはお世話好きな良い子ですごい可愛く感じたわ。それでもライチュウのもちもちボディが好き。こういうゲーフリの悪ノリは俺は嫌いじゃないんだけど、ライチュウが好きな人にとってはやっぱり気分悪いんだろうな。アローラの図鑑説明だっけ。公式の悪ノリ多かった。ポケモンを現実の生物に近づけすぎた説明も多かったな。野生ポケモンの狩りの説明が記載されてたりもしたから残酷だ、ポケモンに共食いさせるなみたいな声も多かった。ライチュウに進化させるのには雷の石が必要だし入手するのめんどくさいなってなる人もいそう。SV だと買えるけどいい値段してるし。現実の生物よりに狩りとか食物連鎖を図鑑に書くのはまだいい。そういう面を描いてこその図鑑だと思う。現実のネットでネタにされてるようなことを公式がお出しするのは何かに引っかかる人を襲う。それでも俺はピカチュウよりライチュウの方が好きだから平和の精神。それでも俺はライチュウの方が好きだからライチュウめでる。その腹を撫でさせてくれ。もっちりプニプニなライチュウ可愛いやろ。でもライチュウにはリージョンがあるから、まあピカチュウもライチュウも両方可愛いってことで、もちろんピチュウもね。多分この世の全ポケモンがピカチュウより人気ないから気にしてもしゃあない。アローラの図鑑は悪ノリしすぎてテキスト担当心配になるレベルのものもちらほらあったな。この漫画だと力不足を実感したサトシ、アニメとは名前だけ同じの別人のために自主的にライチュウに進化したんだ。初期だからできたことだね。最初は進化するの嫌がってたけど自分から石に触れたのよね。正直おらずとズムの頃をとりあえず悪ノリとグロウすればよいみたいな風潮は嫌いだけど、それはそれとしてライチュウファンは怒ってよいよ。狩りの様子とかは世界観的に野生はそりゃやってるだろうし、昔っからギャグテイストだったとはいえ食べられるみたいなのあったし、図鑑の内容としても適切よりで自分は好きだったけど、ライチュウのこれに関しては本当にただの悪ノリだよな。そもそもピカチュウの方を押したのが公式なんやから、お前らのせいやろがいとしか思えんからな。作品世界的には石以外にも進化の方法はあるんじゃないかな。一生つぼみのままの草系とか明らかに無理があるし、夏季進化を人間に変われないと進化できないと言ってる人もいるけど、あれも違う気がする。 SV では確かなかったけど、苔に覆われた岩とかでっかい氷の塊みたいな特定のポケモンを連れていくと進化する場所ってあるよね。あと天山山ならどこでも進化するのズパスとか、だから多分岩がなくても条件が揃えば進化させることはできるんだよな。岩じゃねえ石だ。どうだろう、
ニョロモ族なんて2段階進化してもなおオタマだし、現実の動植物とは生き物としての成長や完成形の基準が違うって可能性もありそうな気がする。スリープで雷中のお腹の広さにいやさら気づいた愚か者です。ピカ様はピカ様で好きだけど、俺は一緒に関東制覇したコッペパンのことが大好きです。あまり突っ込むと意思疎通が明確にできない生き物を現実の家畜以上に酷使したり、ハブとマングースみたいに戦わせてるのを見るのが一大エンタメな世界ということに向き合わざるを得なくなるから、いろいろ見ないことにしてる。雷中は可愛い。よりによって進化の意思で進化をコントロールできるから、なおさら進化させない人が多そうではある。食料とかの関係で。実は初代の頃から存在する設定だったりする。肩に乗れる小さいピカチュウからこんなもちもち大きいのに進化したら大変だろうな。電気も強くなるし、なんか記憶よりピカチュウとの大きさの差がすごかった。ピカチュウ大きさ 0.4 ム、体重は 6.06 グ。雷中大きさ 0.8 ム、体重は 30.06 グ。大きさはそこまで変わってないけど体重が重すぎるな。高さが2倍になると体積は単純計算で8倍になるはずだから、むしろ軽くなってるぞ。よかった、重い雷中はいなかったのか。これは雷中が手前の机に乗っかってて遠近法ででかく見えるのもあるから、抱きしめて寝たい。雷中はかっこいいんだよ。アローラ雷中可愛いから好き。雷中さんをバカにするな公式や。雷中さんはゴースさんと並んでエンド像を世に広めた立役者だぞ。そのうち、ピカチュウより雷中の方が可愛いよね。で、ピカチュウに対抗意識燃やす雷中愛が強いトレーナーがゲームに出てきそうなくらいのいじられっぷりよ。影から念を飛ばして見守るミミッキュとそのトレーナー。雷中のああ、いいって泣き声ネタ抜きに好き。ピカチュウのこびた声嫌い。ピチュウが一番可愛い。雷中は好き。ピカチュウ政治して雷中エイジする人嫌い。逆や。公式やアニメがピカチュウエイジしながら雷中政治してる。雷中の SM の図鑑説明に関しては、それで世界観やゲームへの没入感が広がるかと言われたら全くそうではないので、 ORAS のフライゴンいじりと同様に嫌い。メガ進化の解説文もなんか路悪的すぎて、実装されてなかった XY 世代でメガ進化させまくってたの罪悪感持っちゃいそうだからすごい嫌だった。サンムーンの図鑑説明はまあその、あの頃妖怪にやられそうでやけくそだったのかなって。雷中ファンでピカチュウアンチしてるの見た覚えないけど、いたとしてそもそも先にピカチュウすげえ雷中いらねえって対立煽りしたの公式だしな。ピカチュウの図鑑で可愛いから進化させたがらない人も多いみたいなのなかったっけ。それを雷中側から見た図鑑説明文だったりするのかもね。何を言っても公式が最大手なのは変わらんしな。本当はピカチュウのままがいいけど進化してないとお前抱かれてねえのうって煽られるから妥協したとかもありそう。初代で、進化させると可愛くなくなるってぼやいてる女の子いたような覚えがあるし、割と一貫した設定だと思う。まああえて雷中だけ名指しするのはちょっとどうかとも思うが。例外はたくさんあるけど、可愛い、かっこいい、強い、というデザイン方針はうっすらあるとは思う。ただ雷中は例外側じゃないの？という気はするけど。進化による見た目の変化にまつわるトラブルは雷中に限らずポケ世界じゃ日常茶飯事っぽい。マリルリ可愛いだろう。マリルリ、こいつマジか虚無。まあ子犬子猫の時は可愛かったのに、っていうクソ飼い主は現実にもいるしね。SM に限るなら雷中の図鑑説明なんかよりミミッキュの存在自体がよっぽどメタ意識だろ。雷中が対戦でミミッキュくらいのポジションにいればもうちょい存在感あったと思うんだがな。でも雷中の方がもちもちコッペパンだよ。対戦ガチ環境じゃないけどなんとなく強い方がいいや。程度のライト勢でも意思が必要だから面倒くさいというのもありそうだしね。旅だとピカチュウで積むなんてこともあんまないしね。物理電気貧弱の話題でボルテッカー関係でピカチュウにはヘイト向いてピチュウ雷中には向かないから得か？ピカチュウにヘイト向いたとして実がいないのだからヘイト関係なくノーダメ？